てからいる巨人は圧巻未来。巨人で子供たちは掛けがえのない大事な宝、希望と未来の全てとなっています。巨人の子供たちを心から思いやった若き主、また偉大なクリストの奇跡について巨人本人は下が思いもなく今も思い起こしています。1952年、1963年9月に開館した平壌学習小学校展は、平壌のチャンデカという場に建てられました。社会科学、自然科学、文学芸術など、すべての部門を包括する各種研究室とクラブ室、劇場、体育館、図書館、天文台など、総合的な課外教育施設であるこの宮殿で、子供たちは自然と才能を思う存分話させてくれた。早くも新しい国づくりの時、記念館一つは、昔は大きな宮殿を使ったが、宮殿は建てることを発表しました。国の開放も愛国的な商工業者からの建国出身で、平壌では初来日の場所とされていたチャンデ、子供たちの宮殿を建てるようにし、開館を控えた宮殿が戦争のため廃墟と化したときは、あふれの寒さもいとわず、ここに向かって戦争に勝利した後、宮殿をもっと大きく立派なものに建てる。以前我々が山で戦っていた時から子供たちのための宮殿を建てようと言ったではないか。外部石であれ、ダイヤモンドであれ、その中で一番良い建築材料をすべて持ってきてでも宮殿を建てて建ようと言って必要な措置を講じた。このように平壌学生少年総論は主席の熱い思いやりによって元の建築面積の世代を上回る浜に高級年時の壮大かつ近代的な建築となった。毎年正月には宮殿を訪れて子供たちの自由公園を見て一番先に発揮、学生少年宮殿の明かりを見ただけで力が湧いてくるという、子供たちに本当の権利を使った指摘を称える人が今も響いています。私を迎えて踊り踊り歌を歌った子供たちと宮殿の双子で学んだ子供たちが今は国中に知られた芸術家、スポーツ選手、教授、博士になりました。記念碑の主席と本当に総書記の下で幸せだけを演奏しながら使ったその人たちと息子の人たちが今は敬愛する最高指導者、金正恩院長の配慮の中、国の王様と呼ばれ、才能を思う存分に伸ばしています。女性部門は信じています。昨日と今日もそうでしたが、明日も永遠に響き渡る我ら幸せ歌を、歌とともに、荒色に輝く女性の未来を。キャンデ家から見る貯存の明るい未来、広大と話してきました。軽音楽をお送りします。みんなで歌おう、金正恩将軍。